自己紹介します。那須大輔って言います。で、サッカープロでちょっとやってました。18年ぐらいやってました。熱くなった体を冷やすためにどんなことをするでしょうか。水を、体に当てる。濡らした絞ったタオルを体に当てることによって体の温度を少し下げることができます。しっかり止めるっていうのを意識しよう。お友達に向かって押し出して、そうそう、ナイス。他でも習い事とかやってることあるかもしれないけど、楽しむってことが大事です。最初うまく蹴れなかった子も言ったよね。でもさ、ゴール決めた時嬉しかったりしたでしょ。その気持ち忘れないでください。頑張れば必ず嬉しいことが待ってるから。だから楽しむっていう気持ちをこれからも忘れずに、これからみんなね、目標あると思うので頑張ってください。大緊張、お疲れ様でした。サッカー最初からやってなんか楽しかった。すごく学べて嬉しかった。水のこと、子どもたちと一緒にまずは水の勉強ということで、改めて僕自身も学ばせていただきましたし、ボールをこう触れ合う中ですごく笑顔がみんな見れて、で最後には楽しいって言ってくれた、まあ、それが全てだと思ってるので、子どもたちが楽しい何かに取り組む上で、やっぱその気持ちはサッカーのみならずいろんな人生において重要なキーワードだと思ってるので、貴重な機会本当にありがとうございました。